どうも、菊野慎です。現職をやりがいのある仕事にする3つの方法について紹介します。今の仕事に本気で一生懸命になれない。毎日が楽しくなく、もやもやしている。人生を無駄にしているような気持ちになってしまう。仕事は所詮仕事、生活のための手段だと割り切っている。そんなあなたへ、1日のうち仕事が占める割合は約3分の1です。長い時間を職場で過ごすからには、やりがいのある仕事、心に充足感があり、達成感を感じられるような仕事がしたいですよね。しかし、やりがいというものはいくら待っていても訪れません。自分から掴みに行くものです。この動画ではやりがいの掴み方について3つ紹介します。まず1つ目は目標を立てましょう。ポイントは自分で自分の目標を設定するということです。人から言われた目標だとやらされている感が出てしまい、なかなかやる気が湧いてこなくなります。目標を立てる時のコツは、今の自分でも少し背伸びすれば十分に達成できるくらい簡単なものにするということです。具体例を挙げます。朝の挨拶を大きめの声でハキハキという、いつも30分かかっている資料作成を25分で終わらせる。仕事を5分早く終わらせて、デスク周りの整理整頓をする。どんなに些細なことでもいいので、1日1つ仕事の改善点を探して効率化してみる。このように確実に達成できそうな小さな目標を立て遂行してみてください。積み重ねるごとに仕事に対する手応えとやりがい、自分への誇りを感じることができます。おすすめしない目標の立て方は次のようなものです。年収1000万円を目指す。平社員から係長を目指す。次の四半期は営業売上目標 120% 達成する。社長賞を取る。これらは目標が高すぎてクリアするのが難しいですよね。日々頑張っても達成感を味わうことができず、いつの間にかモチベーションを失ってしまう原因になります。ですので、目標はなるべく小さく現実的にをイメージして設定するように心がけてみてください。二つ目です。特技を伸ばしましょう。自分の持つ知識や能力を発揮することで、やりがいにつながるという人は多いです。職場の中で、このジャンルは〇〇くんだと太鼓判を押してもらえるような存在になると大きな自信につながります。アイデアマンの〇〇くん、エクセルに詳しい〇〇くん、整理整頓の〇〇くん、仕事が早い〇〇くん、プレゼンが上手な〇〇くん、よく気が利く〇〇くん、コピー機の扱いがプロ級の〇〇くん、コーヒーマニアの〇〇くん、朝が早い〇〇くん、顧客対応ピカイチの〇〇くん、ライバル社の情報収集が早い〇〇くん、資格取得の〇〇くん、などなど、自分のスキルが仕事の役に立ち同僚を助けることができれば、職場で必要とされる人間になります。そうなったら勝ちです。仕事そのものに楽しさを見出すことができます。三つ目です。一日一善。やりがいとはありがとうを集めることであるとある人が言いました。僕もその通りだと思います。同僚や顧客から感謝されたり頼られたりして、自分が誰かに貢献できた時は嬉しいものです。一緒に働くチームメンバーの仕事がはかどるような仕組みを考えたり、お客さんにプラスアルファの喜びを提供するにはどうしたらいいのかを考えるのです。一日に一つだけあなたの周りの人の役に立つことをすれば、それは巡り巡って間違いなくあなたのためになります。以上3点です。目標を立てる、特技を伸ばす、一日一善、ぜひ試してみてください。自分が何に対してやりがいを感じるのか、いまいちぼんやりしているのなら、これも違うな、あれも違うなと言いながら紙に書き出してみるといいかもしれません。頭の中が整理され、きっと答えが見つかります。僕も応援しています。それではまた、さようなら。